今日はですね、こちらです。篠田のね、美穂さんからのご依頼の品です。フレッシュアップハイカーボンスチールメイドインジャパンの穴あき包丁ですね。穴あきでスリットが入ってて、なおかつ片刃ですね。でこれちょっと研いだりしたのかな、なんかかすかに跡はありますね。まずはちょっと切れ味チェックを。切れませんね。こんな状況です。では、普通に破線はよろしくて、あと特に問題ないので、サクッとこう研いであげようかなと思います。ただ当てた時にこのスリットにも当たりそうな感じしますけど、当たったら当たったでそのまま研ぎ進めていきます。ちょっと汚れが強いので掃除してからスタートしたいなと思います。ではいつものサビトールで。はい、こんな感じです。柄のとこね、ちょっとこう色素が染み込んじゃってて落ちないんで、これくらいで勘弁してください。この中のね、サビの方もちょっと取れないんで、これくらいで許してもらいましょう。ではまず黒幕の220番からいきます。ベタで当てるとなんとかギリギリ当たらない感じがします。じゃあそんな感じでやってきます。硬いですね。この辺はちょっと返り出たんですけども、先の方とかちょっといまいちですね。で顎の方は全く当たってるんだけども、返りは出てきませんね。もうちょっと刃先の方を重点的に粗とかけてみます。はい、帰り出ました。結構なんかこれ硬いですね。やっとですよ。もっとサクッといくと思ったら、結構硬い鋼材なんですかね。なかなかしぶとかったです。でこっちの方はちょっとかかり悪いですけども、このままいっちゃいます。一応全体帰りが出たので、はい、黒幕の1000番いきます。はい、全体的に返りが出ました。裏隙がないんで、このままベタ押ししています。で消えるんで多分面は出てるんでしょう。でもね、こっち側にこう刃先の方に力は入れてるんですけどね。先の方もね、こうなんかまた角度もちょっと違うんですよ。ですけど全体に当てて刃が立ったので良しとします。こんな感じ。黒幕の2000番いきます。はい、これで返りが出ました。黒幕の5000番いきます。いきなり詰まってるのでラムラです。はい、5000番 OK。 ではラスト黒幕の1万2000番です。
なんかいまいち食いつきが良くないですね。だけど、うん、切れそうではある。ただ裏押しがいまいちかもしれない。ちょっとこっちこう起こしてちょっと裏研いでみたいと思います。ああ食いつきましたね。当たってなかったようですね。こんなもんでいいでしょう。では試しに利用。いいですね。ああいいですね。うん。最高です。とてもいい切れ味です。これで復活しましたね。ちょっと柄の方はこれだいぶ長く使ってたんでしょうね。焦げた跡もありますし、でもまあ切れるようになったので篠田の美穂さんも喜んでくれるかと思います。はい、仕上がりはこんな感じです。今日は篠田の美穂さんからの依頼の品でした。あのね、とてもねスリムで小さい方でね、とても可愛らしいんですよ。サムネなんか載せれたら、まあ、本人がね、ダメだと言われたらダメなので。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。